え、もうなんで大家さん電話出ないの？もうどうすればいいの？なんと私、韓国の家入れません。もう何回目？もういい加減にして。マジで今緊急事態で、なんとね、私の家のドアぶっ壊れて一生鍵が閉まんないの。もう誰でも入場可能なわけ。もう家いても誰か入ってきそうで怖いから、一旦こうやって貴重品だけまとめて外出てきたんだけどさ、あのもうどういう状況？ちょ、鳥間ここにいても凍え死ぬから、一旦ちょっとみんなで家入ろう。もうみんなとだったら怖くないから、もう本当に春日部防衛隊ファイヤー。はい、ちょっと今家帰ってきたんだけど、また緊急事態発生しました。次はですね、ドアが開きません。なんで？さっきまで開いてたよね。マジでドア開かないか、ちょっと大家さんマジで電話出てほしいんだけど。あ、てか지금잘못한게아니잖아요비밀번호맞는데이거아그러면지금어떻게하라고요이거네에길られたんだけどやば。いやもうどういう状況？俺一応47万人 YouTuber なんだけど大丈夫そう？なんで外で体育座りさせられてんの俺。今やってもらってる途中です。マジで開かない。あーもうやばい。横の人に助けてもらってやっと家の中入れました。もう何？ロックされたりされなかったり。なんで俺27歳にもなってドアにもて遊ばれてんの？もう原因不明すぎやねんけど。ちょっと私も今起こったことでパニックなんですけど、ちょっと状況をまとめるね。なんか韓国って日本とは違って鍵をね使わないの。パスワードでドア開け閉めするんだけど、でさ普通にコンビニ行こうと家出ようとしたら自動で鍵閉まるのがされなくて、なんでだろうって思ってググったら、なんかバッテリーが切れてたまに鍵閉まんないことがあるらしくて、もう何この国怖すぎやろって思って、すぐダイソー行ってバッテリー変えてさ、もうこれで一安心って思ってたんだけど、永遠に鍵閉まんなくて。いやバッテリー変えたのになんで？もう俺の家勝手に入場無料になってるわけ？やこそじゃねえんだ。でもとりあえず家にいても鍵閉まんないし怖いから、貴重品だけまとめて大家さんが電話出るまで外で時間潰して、今また家入ろうとしたらさ、次鍵が開かないって、もう新しい形のいじめやめて。家にいたらロックされないし、家の外出たらロックされるし、もう完全にこのドアに問題があって、ちゃんと見たらね1983年に作られたって書いてあって、そりゃ壊れるに決まっとるやろ。もうこの前ガス壊れて洗濯機も壊れて今回ドア壊れるって、大家さんどんな家住ませとるん？でもさっきからさ大家に電話してるんだけど、私からの電話イコール修理費発生だから一生電話取ってくれなくて、電話取ったとしてもさお前の責任やろって逆切れされて電話切られるので、ただいま大家さん音信不通です。どんな大家よ。もう今すぐ修理お願いしたいんだけど、セキュリティ関連で大家の許可ないと修理お願いできないわけ。もう今月の収益全部あげるから頼む、ドアだけ直してくれ。とマジで今ドアぶっ壊れてるから不安すぎて早く引っ越ししたいんだけどさ、契約も残ってて韓国物件探しバカしんどいからすぐ引っ越しすることもできなくて、あのもしよかったら誰か皿洗いでも何でもするので男性一人泊まらせてもらってもよろしいでしょうか。えいっ。まあそんな感じで、なんで私の人生いつも試練ばっかり起きるのかわからないんですけれども、ちょっとみんな聞いて。みんなってさ韓国で一番有名な日本人誰だと思う？これ韓国人にアンケート取ったら数ある日本の著名人の中で、え、なんでそんな人が韓国で有名なみたいな意外な日本人が韓国で認知度あったりするんだよね。今日は実際にアンケート集計して誰が韓国で認知度高いのかランキング順に発表しちゃっても大丈夫そう？オッケー、さとこトイレットペーパーの芯後で捨てて。韓国で認知度ある意外な日本人第4位、宮崎駿。え、なんでってなっとるやな。韓国でジブリめっちゃ人気で知らない人いないのね。特に千と千尋と神隠しが一番人気で、日本のアニメと言ったらジブリみたいな、昔から全世代に宮崎駿さんの支持熱くて、最近さ宮崎駿さんの最終作品君たちはどう生きるかって韓国でも公開されたんだけど、なんと韓国人気映画ランキング公開初日から2週間も
1位キープして155万人も動員したのね。宮崎駿さんの作品なんで韓国で人気あるかっていうと、韓国では描けないアニメーションの綺麗さ、あそこまで繊細で自然の綺麗さとか人の感情を絵で描けるって宮崎駿さんしかできないわけよ。あとはジブリって主人公が女性が多くて、誰にでもぶち当たる困難を一生懸命に乗り越えていく強い女性のキャラクター像多いじゃん。そういう部分が韓国人の心に響くわけ。ほんで第3位、村上春樹さん。もう小説家で有名な村上春樹さんなんですけれども、もともと韓国人って小説を読むことが好きなんだけど、数ある小説家の中で村上春樹さんの作品って韓国でめちゃくちゃ支持されてて、村上春樹さんが新作出したら村上春樹フィーバーっていうのが起こって、韓国の出版業界が湧くくらい社会現象起きるのね。なんでそこまで人気かっていうと、村上春樹さんの作品に出てくる登場人物って社会的弱者マイノリティの方が多くて、その人たちを美しく描きながら社会の多様性とか差別を批判した文章がすんごい韓国人の共感を呼んでるわけね。それこそ皆様大好き BTS の RM さんも村上春樹さんの大ファンで、村上春樹さんの文章に影響されて曲とか作ってるらしくて、村上春樹さんいなかったら BTS の名曲も生まれてこなかったってわけでしょ。春樹日記すごすぎひ。ほんで第2位、木村拓哉さん。韓国でスマップって昔から人気で、韓国人に日本のイケメンと言ったらって聞いたら、もう8割はキムタクって答えるくらい日本のイケメンの象徴なのね、あの方は。韓国で K-POP がここまでグローバル化になる前は、韓国人みんなジャニーズよく聞いてて、嵐とかスマップとか人気やばかったのね。中でもやっぱり韓国人にキムタクのファンってめちゃくちゃ多くて、あとハウルの動く城のハウルが韓国の若い世代にめちゃくちゃ人気で、声優がキムタクさんっていうこともあって、もう若い世代からも支持あるのね。ほんで韓国で認知度が高い意外な日本人栄えある第1位の発表でございます。これはね、もうすごいよ。いきます。シミケンさん。韓国人に知ってる日本人誰って聞いたら、ほぼシミケンって返ってくるくらい、韓国で大人から子供までシミケンさんの認知度 100% なのね。まあ、シミケンさんといえば AV 男優さんのことなんですけれども、もともと韓国ってアダルトビデオを国内で作成することが不法で、アダルトサイトに入るのも規制がめちゃくちゃ厳しかったのね。だからよく日本のアダルトビデオに韓国男子の方お世話になってるんだけれども、最近になって規制が緩くなって過去の作品も全部見れるようになって、そこからシミケンさんの存在を知る人が増えたっていう流れなの。韓国では性的なコンテンツがこうタブーとされてる中で、堂々と顔出してそれを職業としてるのがもうかっこいいみたいな。韓国男性の支持がバカつくて、空港の職員が仕事中なのにシミケンさんに握手求めに行ったり、シミケンさんの YouTube チャンネルの登録者8割が韓国人になったり、最終的には中国のゲーム会社がシミケンさんを広告モデルにして、韓国のバスの広告にシミケンさんが登場したり、シミケンさんのファンめちゃくちゃ根強いのね。だから皆さん、韓国で認知度一番高い日本人誰って聞かれたら、韓国人の脳内で一番最初に思いつくのはシミケンさんっていうことだけ覚えておいてくださいませ。私ってさ、日本歴長いから何気なくやってる仕草見て、よく韓国人の友達から、お前それ日本人っぽいよって言われること多いんよ。でもその仕草が韓国ではあまり見ないから魅力的に感じるって言われることがめちゃくちゃ多くて、これうちらしか持ってない長所なんじゃねって思って、おいらできる子だから、すぐ韓国人の友達にアンケート取って、魅力的に感じる日本人独特の仕草、こちら共有しちゃっても大丈夫そう。オッケー、みんなの魅力引き出していくよ。韓国人が魅力的に感じる日本人独特の仕草、まず一つ目は、笑うとき口元隠す。日本の特に女性に多いんだけど、笑うときに口元隠すじゃん。これって大口開けて笑ったら下品だし、口の中の食べ物見せたら相手に不快だからって理由で、知らないうちにみんなできてる相手への配慮なんよ。でもね、韓国人って人の感情を口元を見て判断するのね。だから笑うとき口元隠さないんよ、もう堂々と笑うの。でも日本の方って
って、とっさに口元隠す仕草あるから、あ、日本の方だって判断できるのね。この前、韓国のバラエティ番組で、IVE の日本人メンバー、レイちゃんが、口元隠して上品に笑うのを見て、韓国人全員ざわついたの。韓国人からしたら、すんごい相手への配慮を感じて、好印象だし、韓国男子が日本女子可愛いってなる理由の一つでもあるから、みんな、口元隠していくぜ。ほんで二つ目、発音。これね、よく韓国人に言われるんだけど、日本語の発音ってめっちゃ可愛いんだって。なんで日本語の発音が可愛いかっていうと、日本語って母音が際立つ発音が多いからなんだって。母音っていうのはあいうえおのことで、それ以外にかきくけことかさしすせそとかいっぱいあるやんか。それは子音なんだけど、日本語って基本的にあいうえお、この母音から成り立つじゃん。この母音が耳に優しい特徴があって、韓国人からすると可愛く聞こえてくるのね。実際に日本語勉強した韓国人の話し方がみんな可愛くなるっていう現象も起きてるのね。他にも韓国語はお腹に力を入れて発音しているから、声が大きくて、え、なんかあんたたち怒ってんのって印象を与えちゃうんだけど、日本語は口元に力を入れて発音をしているから、柔らかくて優しくて上品に聞こえてくるわけね。みんな何気なく発音してるかもしれないけど、その発音あなたしか持ってない魅力なの。ほんで三つ目、小さく拍手。日本の方ってえすごいみたいな相槌打つ時に小さく拍手するやん。これ実は韓国ではめちゃくちゃカルチャーショックで、え、なんで拍手みたいな。でも会話してる時に拍手されるとか経験ないから、日本の方と会話してたらなぜかめちゃくちゃ気分がいいっていう意見が多くて、他にも美味しそうな料理運ばれてきた時とか、重たい荷物ちょっと持ってあげたりとか、もう当たり前のことでも日本の方拍手するんよ。もうここまでリアクションしてくれたらこっちも嬉しくなるわけ。こういうのって友好的な関係を維持しようとする日本の方の優しさから出てくるもんなんやなってつくづく思いますね。ほんで四つ目、ペットボトル口つけて飲む。実はね、韓国人ってペットボトルで飲むとき口から絶対離して飲むんだよね。これなんでかっていうと、韓国って何でもシェアする文化あるから、例えば飲み物でも食べ物でもみんなで分け合って飲んだり食べたりする、その集団が大韓民国なんですね。他の人も飲む可能性があるから、自然と口から離して飲むようになるんよ。でも口から離して飲むと、まあリップとか取れないし衛生的にいいけど、ちょっと間違えたら全部こぼれちゃって服べちょべちょになるんよ。これ結構あるあるで、結局そっちの方が見栄え悪いやんか。でも日本って個人の文化があって、ペットボトルってシェアしないじゃん普通。だからみんな口つけて飲むの。そっちの方がべちゃべちゃにならないし、見栄えもね綺麗に見えるんよ。ほんで最後でございます、両手使う。これどういうことかっていうと、日本の方って片手で行える動作をあえて両手で行う仕草があるんだけど、みんなこれ気づいてた？例えば飲み物飲む時とか、扉の開け閉めする時とか、料理を口に運ぶ時とか、誰かに物を渡す時とか、みんな知らずと両手使ってるんだけど、これすんごい丁寧に見えて好感度グッって上がってるんだよね。それ以外にもいただきますとか、ありがとうする時も両手合わせてるやん。片手ではなくてあえて両手を使う仕草が相手への敬意がこもってて、え、もう丁寧すぎひん、日本人マナー良すぎやろって韓国で好印象与えてるの。ということで今日も見てくださって本当にありがとうございました。もうさ、不安すぎて、このままだったら私家入れないから、あの絶賛泊まらせていただく家探してるので、皆様ぜひご協力いただけたらなと思っております。父ちゃん母ちゃん俺野宿だよ。ということでキマル、あんたのおかげで一週間元気出るわという方はですね、チャンネル登録と高評価、この二つよろしくお願いいたします。あと僕コメントいつも見ております、全部スクショして元気いただいておりますので、もしよかったらコメントも書いていただけたら幸でございます。あと僕インスタグラムと X やっております。この二つでも韓国情報だったり僕の泥沼日常を発信しておりますので、どちらか二つ適当にチェックル。インスタグラムの方がですね、もう少しで10万人突破いたしますので、まだの方フォローしな。ということで、笑う角には福が来ない私ですが、皆様には福が来るように私の方から幸をお届けさせていただきたいと思います。いきますよ、せーの、朝チアレ。今週もお疲れ様。